エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケイモノ、エコエコアラギリア。ヒロミか。黒井さんを密かに思ってるとか。バーカ。ねえ、黒井っていつからうちのクラスにいるんだっけ。夏休みの後でしょう。そうだっけ。あれ？復活したの？よしてよ、もうこんなやつなんかと付き合わないよーだ。ねえ、それよりあれ何？ああ、昨日の夜中3年生が飛び降りたんだ。また？これで3人目じゃない。何してんだろう、あいつ。自殺って伝染するってよく言います。もともと自殺願望を持っていた子に同年配の自殺の知らせって背中を押すような効果があるみたいなのね。このクラスにはいじめとかないって信じてるけど、自殺は何の解決にもならないってこと、みんな分かっててもらいたいの。もしみんなの中で不安になっている人がいたら、恥ずかしがらずに友達に相談してほしいし、あれってどっかで力になります。いつでも来てください。なんで黒いってセーラー服着てんだろうね。そう、タケトは何探してんの？あった。ん？何やってんの？タケトがさ、何か探してんの？ここだけじゃないな。どっかで見たことあるって思ってたんだ。やっぱり。ここにも。なんて読むんだこれ。サトル？おまじないかな。ひょっとしたら。おい、タケト。
おい、やばいよ。見つかったらどうすんだよ。あ、やっぱりだ。知ってるか。サトールの法人。サトール？こいつが学校中に落書きされてるんだ。クロエが書いてるのか。落書きなんて学校だったらどこにでもあるものでしょ。どこだっていつだってそうだったな。やけに大きなカバンだな。毎日重くないの？